脇正氏は、日本の建設官僚、政治家、全参議院議員。建設省道路局国道、第二課課長、建設省河川局河川計画課課長、近畿地方建設局局長、自由民主党参議院幹事長、自由民主党参議院、国会対策委員会委員長、参議院政治倫理審査会会長、参議院選挙制度協議会座長などを歴任した。 1945年2月、東京都杉並区にて生まれた。東京都立西高等学校を経て、東京大学に進学した。東京大学では、工学部の土木工学科に在籍し、土木工学を学んだ。1967年3月、東京大学を卒業した。東京大学を卒業後、1967年4月に、技官として建設省に入省した。 建設省の地方支分部局においては、1974年4月より、中国地方建設局の大田川工事事務所に赴任した。1979年からは、中国地方建設局の企画部において、企画課の課長を務めた。1983年12月からは、中部地方建設局の三重工事事務所にて所長を務めた。 1992年1月からは、関東地方建設局にて河川部の部長を務めた。また、建設省の内部部局においては、1981年4月より河川局の開発課にて課長補佐を務めた。1985年12月からは、河川局の海岸課にて海洋開発官を務めた。1990年4月からは、河川局の治水課にて、 都市化選出の室長を務めた。1993年6月、建設省の道路局にて、国道第2課の課長に就任した。1994年7月には、建設省の河川局にて、河川計画課の課長に就任した。1995年6月には、近畿地方建設局にて、局長に就任した。 1997年8月、建設省を退官した。1998年、第18回参議院議員通常選挙にて自由、民主党公認で、比例区から日本建設業連合会の支援を受けて立候補し、初当選。以降2010年の第22回参議院議員通常選挙まで連続参戦。初当選後、平成研究会へ入会した。 2010年8月、鈴木正治の公認として、自由民主党参議院国会対策委員長に就任した。2013年7月、自由民主党参議院幹事長に就任した。その他、参議院においては、政治倫理審査会の会長などを務めた。また、自由民主党においては、政務調査会にて、国土強靭化総合調査会や道路、 政策特命委員会にて顧問を務めた。2014年にはぬかが派を退会して、無派閥となった。参議院における一票の格差是正について、自民党の案について一票の格差是正が、不十分だと反発し、2015年7月に参議院会派を離脱した。その後、参院自民党では、青木幹を森吉郎、小賀誠の三者の引退した元大物政治家が目を、 光らせて、組織運営に口出しする、長老支配が続いていることを暴露している。2016年7月の第24回参議院、議員通常選挙には出馬せず引退。ありがとうございます。